ハーグリーブスのゴールでマンユー先制。日本代表も久保竜彦、小野伸二を中心にマンユーゴールを脅かす。久保竜彦のゴールで日本同点。小野伸二らしさ、久保竜彦らしさ全開のゴラッソ。小野伸二のゴールで日本逆転。三笘薫がマンユー守備陣を翻弄。その後も攻め続けた日本代表がマンユーを2-1で見事撃破。